お前さん、こんばんは、どうもです。お前さん、早いですね、今日は。お前さん、一等賞ですわ、今日。こんばんは、どうもです。お前さん、どうもどうも、こんばんはです。どうもです。いつもありがとうございますよ。ね。いつもより早いし。福耳さん、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。どうもどうもです。こんばんは、どうもいらっしゃいませ。どうもありがとうございますよ。マジェリカさん、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。どうもどうもです。こんばんは、どうもですよ。いつもありがとに、みっちゃんさん、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。どうもどうもです。こんばんはですよ。嬉しいんすか一等賞で。グッレッスン、こんばんは。グッレッスンいらっしゃいませ。グッレッスンいらっしゃいませ。どうもです。画像、すごい、映画館みたいでしょ映画中。バロン、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。バロン、早いでしょこんばんは、どうも、いつもありがとうございます。バロン、ありがとうございます。どうも、どうもです。こんばんはですよ。ねえ、忘れてました。ミッサー、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。ミッサー、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。どうも、どうもです。こんばんはです。にゃん。すみ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 、隠れんぼったら隠れちゃったら困ります。こんばんは、どうもいらっしゃいませ。どうも、どうもですよ。田村さん、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。ありがとうございます。こんばんはです。どうもですよ。ヒロさん、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。ありがとうございます。こんばんはです。どうもですよ。いつもありがとうございますね。すみ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 、隠れんぼったら隠れちゃったら困ります。だからね、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。すみすみさん、こんばんは、どうもです。ねえ。タモさん、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。どうもです。今夜もどうかよろしくお願いします。ごきげんよう、ごきげんよう。テレビ番組ですね。ごきげんようって。もうあったんかな、もうあれ。小坂さんが出てた。ワンオンリーさん、こんばんはです。ワンオンリーさんいらっしゃいませ。どうもです。いつもありがとうございます。こんばんは、どうもです。ありがとうございます。いいよ。パッコリ、亀の上に乗ったらクマなら、パッコリになるなら、パッコリになってもらったらよろしくお願いいたしますよ。ヒグマッコさん、ありがとうございます。お疲れ様です。こんばんは、どうもですよ。いつもありがとうございますよ。アケノミさん、ニミシ、アケノミ、ナオミング、いつも宣伝ありがとうねー。こんばんは、どうもいらっしゃいませ。どうもどうもです。アケノミさん、ありがとうございます。お疲れ様です。こんばんはですよ。どうもですよ。ポンポポンポンポンコちゃん、やーかたです。ポンコちゃん、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。ポンコちゃん、今日元気か？今日はいけるか？よろしくお願いいたします。どうもですよ。みずちゃんさん、こんばん。はっはっはーん。言うてからによろしくお願いしますね。こんばんはです。どうもです。もうね、バッチリです。何がバッチリです。よろしくお願いいたします。どうもです。ありがとうございますよ。皆さん、ありがとうございます。こんばんはですよ。ニッシー、こんばんは。チェ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 ックポイントのニッシー、こんばんはやで。今夜もよろしくやで。日曜日、いや、違いますよ。あやさん、今日は、春分の日スペシャルということになりますのでね。春分の日スペシャルでございます。平日にここを久しぶりに開きました。はい。そういうことでございますよ。ありがとうございますよ。どうもです。みゆきさん、こんばんは。どうもいらっしゃいませ。ブギウギダンスでよろしくお願いいたしますよ。どうもですよ。いつもありがとうございますね。どうもどうもですよ。みなさん。マギマギマギ。マギさん、こんばんは。ディアマギさん、Thank you very much. Yes! Yes, yes! うん。Yes, yes. 何を分かるなんかよう分からないときだ。みゆ、ママ、こんばんは。どうもいらっしゃいませ。みゆちゃん、ママと一緒に見てね。よろしくね。よろしくねって何も分からへん、もう。のりこさん、こんばんは。どうもいらっしゃいませ。どうもです。こんばんはです。ありがとうございますよ。よろしくお願いしますよ。うん。マリアサンタさん、こんばんは。どうもいらっしゃいませ。どうもどうもです。こんばんは。マリアサンタさん。サンタマリアの祈りは今日ならないですね。はい。よろしくお願いいたします。どうもです。押すなよ、27さん。押さないで、27さん。そこは押したらダメよ、27さん。こんばんは。どうもどうもいらっしゃいませ。どうもですよ。トラック、パパ何してる？よろしくお願いいたします。どうもです。うん。カメタンタラタンタンタンタラタン、カメタン、だからね。カメタン、こんばんは。どうもいらっしゃいませ。カメタン、今日は一作終わったらお願いね。ナビゲーション。よろしくお願いいたします。どうもです。いつもありがとう。お疲れ様です。よ。どうも。一粒二粒、コスブロコリミックス、だからね。コスブロコさん、こんばんは。どうもいらっしゃいませ。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。どうもです。にゃんころりんで、にゃんにゃんにゃんころりんりんりん。にんりん。トラック、ちゃちゃちゃん。ママを困らせてはダメです。よろしくお願いいたします。今夜もどうかよろしくお願いいたします。師匠、バッチリです。よろしくお願いいたします。何よ、もうようわからないときだ。ほんまもう、なんか。そうですね。今日は平日で春分の日スペシャルということでね。企画を立ててやらさせていただいてる次第でございます。はい。ありがとうございますよ。うん、ねえ。ぐぐぐ、それ繰り返ってくるりつさん、こんばんは、どうもです。手やってまして。よろしくお願いいたします。どうもです。今夜もどうかよろしくです。うん、ねえ、皆さんありがとうございますね。春分の日です。はいね、春の日となります。なのに、京都は雪が降ってました。
すごい雪が降ってましたよ。はいね、春やのにね、本当にもう雨は今雨土砂降りですね。風もきつくて、うん、これは秀樹さんのあれですね。うん、トミさんこんばんは、どうもいらっしゃいませ、どうもどうもです。今夜もどうかよろしくお願いいたします。トミさんよろしくお願いいたします。皆さんで楽しみましょう。120名の皆様ありがとうございますよ。うん、金管塗ってまた金管塗ってから、ね、金管さんこんばんは、どうもいらっしゃいませ、どうもです。トールペン素晴らしいですね。えねえ、ほっぺちゃん書いて、本当に、可愛らしかったです。素晴らしい。うん。はい、はい。カメタのタオル良いね。タオル。タオル良いね。強制になってるやん。強制ではないですけどね。はい、ね。皆さんありがとうございます。本当にね、来ていただいて、祝日の、平日の祝日ということでね、水曜日に、本来だったら水曜日は向こう、平日だったら向こうで、いろんなことをやってるんですけども、今夜はこちらということになります。はいね、本拠地です。はい。チャイナロゼさん、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。ありがとうございます。こんばんは、どうもです。今夜もどうかよろしくお願いいたしますよ。いけますせ。いけます。風強いんですよね。雨もね、きつくて、雪降ってね、本当に。なんで雪降ったんだろうね、本当にもう。よくわからないですね。皆さんありがとうございますね。はい。タオル良いですよ。うん。シロアンさん、こんばんは、どうもいらっしゃいませ。あんみつ姫。うん、あのですね、本日はね、とりあえず、ご説明させていただきましょう。まず、一作目、ね、映画館に、亀映画館にご来場、誠にありがとうございます。ユーファミリー映画館にご来場、誠にありがとうございます。ということですね、今日は映画館を、やりました。映画館ですね、これね。これは皆さんですね。はい、ということで、たくさんの人が入ってますね。はいね。はい、ということです。130名の皆様ありがとうございますね。はい。本来はね、本日は、今日寒かったですね。はい。本日はね、さゆりさんこんばんは、どうもいらっしゃいます。いつもありがとうございます。こんばんは、どうもどうもですよ。いらっしゃいませ、どうもです。雪降ってたんです。そうですよ。うん。ね、本日はね、映画館をやりました。冷やし中華始めました。言うて、違うわ、ほんま。一作目はね、何回も、この頃ね、何回もやってますけども、まず一回目やったのは、ベータのね、CM カットバージョン。こちらの方やりましたね、78はね。で、その次に、もう、その一つで、今終わってます、78はね。その次、これが本日やるバージョンでございます。ね。まあ、いわゆるノーカット版です。末端のバージョンです。CM が入っているバージョンとなります。はい。これが、ドンとドンドンドンタコ吸ったら、ドン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 、ドンさんこんばんは、どうもいらっしゃいませ。どうもです。いつもありがとうございます。こんばんは、どうもですよ。うん。ヒーネ、ヒーネ、ヘイ、ヒーネ、炎、オッケー、ヒーネ、炎、お久しぶり、ヒーナ。うん、ヒーナけど。こんばんは、ヒーナ、久しぶりね。炎。うん、炎。ヤングマン。ヒーナです、ヒーナです。はい、炎、炎言ってますよ、ほら。はい、炎やもん、ほら。ヒーナさんです。お久しぶりです。約2年ぶりでぐらい。約2年ぶりの登場でございます。はるばるインドから、ヒーナさんが来られました。ひろこさん、こんばんは。どうもいらっしゃいませ。どうもどうもです。こんばんは。どうもです。炎、炎、炎。イエス。秀樹最上。イエス。せいせいさん、こんばんは。どうもいらっしゃいませ。いつもありがとうございます。こんばんは。どうもです。いつもありがとうございます。うん。こんばんは。うん。まず一作目はそちらの方の、ノーカット版と言われる、末端の、まあ、当時テレビ放送でやられてたそのままの映像となります。CM が入っています。ね。はい、CM 入っていますね。はい。それが、78完全版ということになります。CM 入り完全版です。これはね。ちょっとレアですね。はいね。はい、レアバージョンですね。はい。こちらの方のご協力は、映像提供はほっぺさん。編集録音。その他、DVD 化して再生まで持っていっていただいたのは師匠となっております。ありがとうございます。次です。2作目、ビッグゲーム83、秀樹ファイナルということになります。
ます。こちらの方もテレビ版となっております。レジェンド、VHS、こちらの方のバージョンとは異なります。はい。少しだけ若干異なりますので、見応えがあるのではないかと。その間違、その違いを、ちょっと、皆さんがね、ご検討してきながら、見ていただければなと思う次第でございます。一作目が終われば5分ほどの休憩を、いただきます。そちらの方は、DVD のセット、その他もろもろ皆さん、お手洗い、飲み物、ね、そちらの方を、ご用意していただくための、休憩となっておりますので、一作目終われば休憩5分ほど。そちらの方は川目ちゃんが、指示をしていただきますので、川目ちゃんよろしくお願いいたします。ということになります。では、皆さん行きましょうか。ね。はい、行きます。では、皆さん、本編に入りたいと思います。ビッグゲーム78秀樹、in スタジオ。ね。CM 入り、完全版、ここに復活します。シャーボは右へ回すとシャープペンシル、左へ回すとボールペン、右も左もボールペンのゼブラが作りました。シャーボ新発売、ジョンソンのズックリンです。運動靴、スニーカーの染み込んだ頑固な汚れを簡単に落とします。運動靴、スニーカー専用洗剤だからズックリン。Just call me Maxine。 アメリカを揺さぶった激しい香りがやってきました。 The exciting new fragrance。 Just call me Maxine。 Only by Max Factor。 たまらんな。風呂上がりの一杯、カゴメトマトジュース。Yeah.
ようやく7年目を迎えてこの球場でコンサートができることになりました。本当に皆さんありがとうございました。もう今日は僕の青春をこの後楽園球場に埋め尽くしたいと思います。本当にありがとう。それでは短い時間ですが最後まで僕とお付き合いをください。どうもありがとう。どうもありがとう。では僕の大好きなナンバーより Don't Let Me Down。
すぜと君はショーだ踊り明かそう雨の夜水に乗った踊れちゃちゃ今夜はこの俺が愛とするぜ熱い夜も燃える炎を君を抱きしめ離さないそうさコンパコンパコンパ恋をしようぜの疲れどうしてます？なるほど。でもひどい疲れ目ならスマイル、スキッと冷たい差し心地で優れた効き目です。疲れ目にスマイル。ロンドン完成。長い分だけ広い室内、走りもロングなトヨタパーセル。カローラのお店で2日3日発表試乗会。友よ、僕たちの出会いは熱いコーヒーがよく似合う、明るい粒に香りを込めて、気分はまさにブレンディ。新しいマーク2、また一層いいマーク2になりました。発表会は9月2日3日です。どう乗ってる？そうか、嬉しいな。やっぱり僕にはみんなの恋人なのかな、時々思うんです。実はここで皆さんに話さなきゃならないことがあるんです。ごめんなさい。というのは誰かのセリフでした。やっぱりこういう後楽園球場でね、ショーをやってますと、そんな気分にはとてもなれません。これからもどん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 大きなステージをやり、皆さんと共にこの青春を歩んでいこうとこう思うんです。 Some other time。
寂しさも消えるだろう。いつかは微笑みも戻るだろう。曇りが手に残る。すべてを涙して忘れたい。愛とは苦しくもあり悲しいものなのか。あなたの愛を返して、優しさが離れない。定めが今日もまた締め付ける。愛とは苦しくもあり悲しいものなのか。あなたの愛を返して、この体、この心の君の他で一体誰がこの傷を癒してくれるのか。なだれ遅れ
何ができるだろうか。君の愛を愛の尊さが僕の胸を締め付けている。森永ピーナッツチョコレート。豊かな味わい、世界中どこでもネスカフェ。皆様、縦型はキャノンカードです。縦型でないものはこれはキャンノットと、こういうふうに言うわけでございますね。なんと時計付きもキャノンカード。あったく燃える思いだけあなたに伝えたい。君の手にマッキントッシュのキットカット。マックロード SS は倍速も静止もコマ送りもできますよ。マクロードは進める。ビヒェンエリートは水で溶くと塗りやすいクリーム状になるおしゃれな毛染めです。おしゃれなミセスのビヒェンエリート。
10円の時代に1本5円もする銘酒があった。その伝説のうまさを今に受け継ぐ松竹梅。はじめまして、札幌そごうでございます。
札幌駅に本格派デパート誕生。札幌で一番大きい食料品売り場は7時まで営業。でっかいそごう、9月1日オープン。ねえ、知ってる？ UCC のリップマークを5個送るとラッキーバードのトレーナーとバッグがセットで毎週1000名に当たるよ。 UCC 秋のハッピープレゼント。ニューライフナウ。お部屋の温度が下がれば電子制御で快適温度を自動的にコントロール。シャープクリーンペチカ、タイマー付き。山地来て何やらゆかしすみれ草。場所を忘れかけていませんか。小さな自然を。さあ大きく飛び出しましょう。時間を止めて豪華なショーに豊かなくつろぎ。新館オープンでさらに充実の函館湯の川観光ホテル。さあそれじゃあ炎をちょっと練習してみたいと思います。頭の部分、大変素敵なメロディーに乗っかって皆さんと一緒に歌いたいと思います。ちょっと行ってみましょう。あなたの体をあまり冷たい。暑さを探せ信頼。それともガラスの細部のようなキラ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 の氷を運ぶ。あなたに出会ったこう思えばこの先悲しいことなどないさ。心どこかで笑っているのか。「一生一度なら」
後にと言われても今では遅すぎた。激しい恋の風に巻き込まれた寒さ、やめると言われても一度決めたこと、共に引き裂くまで恋に焦がれてやがれて、切なく胸、夜は更ける、これが恋の仕打ちなのか、僕の人生を狂わせるような、夢は忘れて死ぬ。
の運命に押し合いよ。今僕は苦しく僕は生きている。あなたなしの人生なんて僕には考えられない。僕はあなたと共にこの人生を。だから今はもう
すべて忘れて歌おう。酔った勢いで口説く男は子猫よりいじらしい。女たちのパブギャルズ、9月6日松坂屋前すすきのビルにオープン。おいしいだろ。おいしい。牛肉新鮮野菜がたっぷり、果物のエキスが入ってまろやかな味。2年間変わらぬおいしさは非常食に便利です。ボンカレーゴールド新発売。その日、女は風の中に喝采を聞いた。優しい大人になりたいね。エレガント&エキサイティング。のれんにかけた名にかけたマルシンマキの着物半額セール。欲しかったあの着物が思いがけない価格で登場。着物半額セールは5日からマルシンマキたぬき工事本店で開催。思い出はもう作りましたか？紺碧の海と限りなく青い空、北の果て礼文町はあなたの旅の心を大切にお迎えいたします。今歌が聞こえる、大自然の歌が、思い出の歌が、青い海に浮かぶ利尻富士、海と山の自然がここにある。最果てのふるさと利尻町で素敵な旅に出会いませんか？
乗ってるか死ぬ気で乗れよ時間もないぞ分かってるか行ったれおばあちゅうおばあちゅうYeah.
自由を求め本当にありがとうございました。今日こうやって最後の歌を歌える僕はとっても幸せです。この球場まで来るまで7年間かかりました。やっと自分の一つの夢が
ここに立って達成したわけです。これもみんな本当に皆さんのおかげです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。嬉しいよ、本当に嬉しいよ。ありがとうございます。今日のこのステージが僕にとってきっと青春の1ページになると思います。また皆さんにも一つの思い出に、お土産に、またこれからも共に人生を歩んでいこう。ありがとう。最後に僕からお願いです。今日ここにいる皆さんはみんな友達です。さあ立ってください。そして両手を上に上げて隣の人と手をつないでください。そして大きく揺れ、一緒に歌おう。せーの。
皆様、いかがだったでしょうかね。はい、とりあえず、一作目の、ビッグゲーム78、完全版、CM 入り完全版は終わりました。ね。279名の皆様ありがとうございます。こんばんはです。どうもです。一作目は終わりました。皆さんいかがだったですかね。やはり、こちらのね、コンサートは、泣けますよね。ね、最後泣けますよね。はい。ネヒムさんありがとうございますね。はい。エルブルーさんこんばんは。どうもいらっしゃいませ。どうもです。いつもありがとうございます。映像の、映像提供、ホッペさん、映像、レック、並びに、複製 DVD、押していただいた、師匠の、誠にありがとうございます。こちらの方再生しなかったんです。僕どこのやつでね。ホップさんを送っていただいたやつが、それを、レックし直して、複製していただいたという形になります。で、本日が、できたということになりますね。皆さんありがとうございます。そして、そこをまた一段と、リマスターさせていただいてます。流しながらね、映しながらね。はい、それは僕です。はい、ということになりますね。かおみちゃん、ちょっと5分ほどちょっと皆さんに言っていただける？言っていただける？5分ほど、かみちゃん泣いてる最中やけどごめんね。ごめんね。ちょっと泣いてる最中やけどちょっと言うていただけますか綺麗だったっすか、マッコに綺麗だったっすか。ね、リマスターをね、したんです。リマスターを、やりながらね、リマスター、調節しながらやってるんで、はい。はい。そういう形ですね。で、一応ね、映像のなんですけど、ギャギャギャってなるのは、VHS からなので、それはどうしようもないので、直すことはできません。さすがに。はい。かみちゃんありがとうね。5分間休憩です。はい。かみちゃんの書いていただいて5分間休憩になりますので、その間僕は、ね、映像の方、ちょっと、調節しながら、調節して、やらさせていただきますので、次のね、やつに。綺麗でしたか？はい。仕方がないですね。もう時代のものなので、乱れはね、まあ仕方がないんですけども、それを、より、どういうふうにうまいことやればいいかと、いうところが結構難しいところなんですよ。はい。そういうことなんで。できる限りのことは、ね、皆さん見に来ていただいてるんで、できる限りのことは僕はしたいと思ってますので、やらさせていただいてるという次第でございますね。はい。皆さんありがとうございます。260名皆さんありがとうございます。次なんですけどね、次はね、ビッグゲームの、83、秀樹ファイナルということになりますね。こちらの方なんです。こちらの TV 版です。こちらの方はね、VHS と、レジェンドの、ものがありますよね。そちらの方とは異なります。若干ですけどね、始まりが違うんですよ。はい。だからね、こちらの方、ぜひともね、見ていただきたいと思う次第でございますね。はい、ちょっと、セッティングの方しますね。はい、申し訳ございませんね。はい、ちょっと。あれをしますね。ちょっと、映像のあれがあるんで、待ってくださいね。ちょっと画面切り替わりますけど、申し訳ございませんね。はい。この方ようになってます。これをね、うまいこと、合わせなきゃいけない。まあ私の方はまあ OK なんで、ね、5分経てば、やらさせていただきます。上映会ということになりますね。次はビッグゲームファイナルです。皆さんお好きでしょ？ビッグゲームファイナル。27さん、CM なかなかいけてたでしょ？今回の CM は笑いましたね。面白かったですね。今回の CM はね、ボス出てきた。ね、王さん出てきた。もうどうしようもないですよ。そうそうたるメンバーですよ、これ。こんばんは、どうもです。まゆみさん、こんばんはです。どうもですよ。うん。もう、いや、だってこれついてないですからね。レジェンドと VHS 版には。この、丸ビルのこの風景が、大阪を映した風景が出てきてないですから。この時点でカットされてますから。これは丸っぽですよ。これこそ本当に真の。これなかなかないですよ。もう残ってないと思いますよ。それをね、ちょっとあれなんで動いたの？動いたらダメじゃないの？
あれ動いちゃったの、なんで動いたの、我慢できずに動きましたね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。なんで、ちょっと待ってください。動いてたのこれ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと OK ですね。なら、もう少しか入ります。さあ、行きますよ。よし。皆さんいかがですかね？大丈夫ですかね？ OK ですか？皆さん OK ですかね？皆様が OK ならば、始めたいと思います。ね、はい。ね、CM 懐かしかったし。まあ CM もね、一つの僕どもの売りですからね。はい、もうね、もちろんもう売りですよ。完全な僕どもの。もう。いかに完全版を目指してるからね、僕は。はいね。次なんかもう特にそうですよ。もうもろですよ、これ。もう。始まりが違いますから、全然。マーク2。マーク2。始まりからして、OK ですか？なんか、アメちゃん、ちょっと言っていただける？みんなに。バーモントの話で。アメちゃん、ちょっとみんなに聞いてもらえますか？アメちゃん。オッケー、オッケー、オッケー、始まりますよーってね、いただければ、オッケー。カムちゃん泣いてるな、これも。どうなら、行きますか。では行きたいと思います。ビッグゲーム83秀樹ファイナル TV バージョンでお届けということになります。皆さん。若干レアですね、これもね。はい。皆さん、よろしくお願いいたします。もう一度、ちょっともう一度やりますね。ちょっと待って。置きっぱなしにしてたらまずいな、これ。ちょっと待ってくださいね。よし。
情熱も嵐も残す全て安いセリフでもこの俺を酔わせてくれ Forever 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 for you 僕に知
どうもありがとう。とうとう10回、ファイナルコンサートが、やってまいりました。まあこうして今このステージに立ってみて、オープニングみんなの顔を見ると本当に俺って幸せもんだなと、そんな風に今思ってます。だいたいこのステージでいつもオープニング始まり、なんか自分にない力がみんなの力を借りてよりエキサイトしてる俺だと思ってる。今日はとことん時間を忘れてみんなと精一杯乗りまくってみたい、そんな気分でいます。この素晴らしいひとときを今日は最高のひとときにしようぜ。そんな夜はいつも心に君がいて眠れないまま愛に行くんだ。これが最後の恋になるのさ。思い通りに生きてごらん。君はきっと僕を見つめるだろう。僕について おいで。
寂しい瞳で戸惑う
時計の針で傷つけ合えばなお悲しいぜ。少女愛しているわと Say yeah yeah 少女君いてくれよ。空も海も夏のエメラルド、お前の気持ちが呼びきれないよ、呼びきれないよ。 Say yeah yeah 少女愛しているわと Say yeah yeah 少女忘れた方がいいという。ありがとう幸せだったわ、一緒に歩けなくてごめんなさい。足の中で熱があるように僕は震えてた。あなたはバカねとつぶやきながら、そんなことを言って困らせないで、無邪気な方がいいという。
そろそろご飯証明でできぞ。行けぜ。じゃーん。悔しいけれどお前に夢中やらぬやらぬその裏なら恨んだ人にやらぬやらぬ透き通る白い肌黒い胴へすれ包み髪をくぐり乱したままで踊る愛を散らつかせて男の視線集めてはお前は光る誘ってはくるりと背を向けるそんな仕草されにくいよ燃えるやらぬみんなが俺に言うぜあいつには近づくなど走り出した恋の汽車は止まりゃしないぜマイクから唇がキラリと光るたび狙った方を落ちてくやらぬやらぬ狙った方を落ちてくやらぬやらぬう俺の人影愛を求めて辛い孤独腹もすぐく愛に飢えている街は今夜も嵐に埋める海のよう愛に孤独なこの俺に日はまた昇るか Rises お前とな気合い狂えるなら素晴らしい孤独な年でないせい抱いたお前はなんて美しい何の足しにもならないことは話さなくていい街は今夜も嵐に埋める海のよう愛に孤独なこの俺に日はまた昇るか I'm not ashamed気合い狂えるなら
救うのは
誰がいろだ、そんなにしたのいろだ、悪い夢は忘れてしまおう、この腕におすがりよ、今僕は苦しく祈り、今正解、今この愛も捧げるわ、ローラー、祈り、今正解、今この愛も捧げるわ、
捕まりゃしないぜ。Thank you.
「
と愛いつだってもう少し時間があればもっと分かり合えたのにそんな風に思っていた。ありがとう大阪スタジアム、ありがとうみんな、ありがとう。とうとう10回目の大阪球場がファイナルコンサート間もなく終わろうとしています。今振り返ってみて1回目、一体この広いグラウンドで俺は何やるんだろう、そんなことを思いながらがむしゃらにこのグラウンドを走り続けました。それに晴れたいとか銀の橋とかいろんなものがみんなが楽しんでもらえるよう、スタッフの方々も本当に僕たちに素晴らしい青春を与えてくれたと思います。今いっぱい話したことがあるんだけど、でも たくさんの思い出ができました。またいつかいつまたこの球場に戻ってくれるかわからないけど、でも必ず10年後かあるいは20年後かわからないけど、待っててくれよな。
はい、皆様ありがとうございました。つま先立てて海へ。筋金入りの亀ちゃん、いかがやったの？亀ちゃん、ありがとうございましたね。そしてね、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ね、非常に、ね、切ないね、感じのね、映像でしたけどね。笑ったり泣いたりね、いろいろありますね。本当に。はい、笑ったり泣いたり、いろいろある、映像でしたね。ありがとうございますね、本当に。いかがだったっすか、皆さん。いかがだったっすか？ました。今夜も、無事に、終わりました。ね。羽織ってますね、これね。無事に終わりましたね。いっぱい、泣いて。いっぱい楽しんで。楽しみましたね。ありがとうございました。本当にありがとうございましたね。はい。ね。久々に見ますね。皆さんありがとうございます。ね。簡単に、くるっと、締めの言葉を言わさせていただきます。ここに、うちそこの、ファミリーの、配信に、YouTube ライブに、来ていただければ、秀樹さんに会えます。ね、秀樹さんに会えます。秀樹さんに会えますから、ね、皆さんが、来ていただける限りは、いろいろな企画を考えて、DJ 以外にね、こんな感じでやっていきたいなって、間に挟んでいってもいいかなって思ってますのでね、皆さん、どうか、これからもよろしくお願いいたします。ね、皆さんで見たらね、もう本当にいい、時間になりますから、ね、桃雪さんね、私はもう本当に素晴らしい、本日は2本立てということで
お届けさせていただいた次第でございますけどね。はい。長々と、時間、皆さん、祝日、ね、明日、平日、祝日、平日も関わらず、皆さん、ご来場の方ありがとうございました。これにて終わらさせていただきます。次の日曜日、日曜日は、普通の僕が出て、DJ するという形になりますので、皆さん、よろしくお願いいたします。はいね。動く秀樹さんは、また当分お預けということになります。ね。ということで皆さん、よろしくお願いします。やっぱりね、CM あった方がいいですよ。CM あった方がリアルなんで、すべてが。はい。あと映像のね、カセットテープのまあ、VHS のテープの乱れとかね。あの辺とかあったら結構もうかなりリアルですからね。はい。そういうことですね。はい。時代を感じさせられる、一品と、いうことになりました。レアな映像二つ、お届けさせていただきました。ご協力していただいた、方々、皆様、誠にありがとうございます。ということで皆さん本日もありがとうございました。これにて終わらさせていただきます。100% 秀樹サウンド、秀樹ミュージックボックス。これにて終わらさせていただきます。キングオブ J-POP、秀樹最上。おやすみなさい。ありがとうございます。